皆さんこんばんは。昼間見てる方こんにちは。タカガールのカノミスズです。タカボーイの歌詞のマサヤです、はい、よろしくお願いしま す。はい、さあ皆さん、はい、やってきましたよ。4月19日、はい、福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ鴨池決戦いや楽しみですね。そうですね。ねえ、まあなんといってもね、うん、ホークスの年に一度の鴨池、はい、鹿児島での公式戦で、うん、相性がいいんですよ、鹿児島でホークスは。ね、あの変わりますかね、切り、ちょっと早速これ見ていただきましょうかね、はい、なんとね、今ホークス大英時代から含めて、はい、はい、この数字ね、負けなしの9連勝中、うん、ということでね、強い、はい、本当に強いし、ちょっとスコア見てくださいよ、うん、うちに打ちまくってるんですよね。そうなんですよね。そして私たちが入社してから、うん、はいはい、3回目ですよね。そうですね、私たち2017年入社で、うん、ちょっとその時ね、雨でね、中止になったんですけど、なってしまったけど、うん、ね、この2018年2019年と連勝して、うん、加納さんはどうですか、思い出ありますか。いや、もうあのやっぱり2018年ですよね、うん、はいはいはい、これ私の大好きな柳田選手がサヨナラホームランを、もう盛り上がりましたよね。あれはしびれましたね、うん、あ、はい、ギータ推しなんですか。ギータ大好きなんですよ、じゃあもうあのシーンはね、はい、ランナーが一人出てこう回ってきた時点で、そう、うん、なんかやっぱこう持っている人のところでいい場面でいい選手に回ってくるもんですよね。いや正直、うん、うわ連勝途絶えるかもってちょっと思っちゃったんですけど、1点ビハインドでしたからね、 その時はやっぱり鴨池強いんだなと思いました。なるほどね、うん、そうですね、はい、まあ、加納さんがじゃあ2018年推しで言ったら、はい、私はちょっとね、直接見たという意味では消去法的にね、はい、2019年になってしまいますけど、うん、もうホームラン3本、はい、感動したわよ、すごい本当に打ちまくるよと思っちゃって、うん、そうですよね。で、だからその2019年はね、うん、雨でね、その前の熊本シリーズからちょっと雨でね、うん、中断しながらの、ね、うん、だからちょっとね、試合も最後まで行けずに5回コールコールドという形で一応は成立したということでね、はい、まあ、ちょっと最後まで見られる残念だったっていう思いもあるんですけど、はい、 でもね、あの川島選手がホームラン打ったんですよ。いやー、ね、しびれましたよね。しびれました本当しかもね、その川島選手ホームランも含めて、あとグラシアル選手とデスパイネ選手、うん、パワーのある外国人選手2人も同じようなところに打ってね、ライトスタンドに。そうでしたよね、ね、お祭りでした、本当盛り上がりましたね、うん、でやっぱ年に1回なので鴨池に来るのが、うん、そうですね、観客の皆さんの熱気、歓声がすごい、すごいですよね、うん、あのヘイワリース球場一体となってね、こう応援する感じ、いや、うん、7回のジェット風船とかもう感動しましたよ ね、2018年で初めて見た時、やっぱ正直福岡出身の私としては、うん、あの鹿児島県にもホークスのファンがこんだけ多いんだなと思って。そうですね、嬉しいですよね、うん、福岡時代もよく、うん、行ってました。今のペイペイドームに、そうですね、ペイペイドームに変わったんですけれども、ね、あのタカガールデーっていうのがあるんですよ、年に1回ありますね、はい、やっぱりあの女子高生の時とか大学生になってもあのピンクのユニフォームをもらいに年に一度行ってましたね。なるほど、やっぱそんなホークス戦が鹿児島で、はい、鴨池でね、あるということで、行われるということで、うん、ただ、鹿野さん、この間キャンプに行かれてましたけれども、はい、そうですね、あの私、はい、あの年に一度のこの試合に向けて、うん、年に一度のキャンプ取材というのもね、毎年、はい、あのさせて、担当させていただいておりまして、うん、今年はそうですね、いろいろあの内川選手、このポスター載ってるね、はい、うん、中では内川選手や松田選手、あと甲斐選手ね、はい、はい、あのあと本田コーチ、鹿児島実業出身の、うん、あと柳田選手にもこの後あのインタビューする予定ですので、いいですね、はい、またね、あのその番組を、はい、あの3月の8日の日曜日から、うん、毎週ねホークスミニ特番ということで PR 特番、ね、で作るので、はい、それも見ていただきたいと思います。でやっぱりね、キャンプの時にも取材して聞いたんですけど、うんうん、今年ねあるすごいことが起こってるんですよ。え、何ですか。というのがこちら、内川選手、はい、内川選手、あのプロ野球80年以上の歴史の中で、うん、まだ51人しか達成していない通算2000試合出場が今シーズン、はい、達成、記録達成が期待されるんですけど、それがですよ、内川選手今 あと2000試合出場まで残り23試合、うん、で鹿児島の公式戦が今シーズンの24試合目、24、これすごくないですか。でもとなると、となると1試合中止とかになると、そうです、そうです、もしかしたら鴨池で
1000試合達成。いやそうすごい瞬間がね鹿児島で見られるかもしれないんですよ。いやー、かわいいけど。ちょっとね、ニアピンなところもね、ね、まあちょっと惜しいんですけど、うん、でもさすが、その、内川選手ね、あの、ホークスの選手の中で一番鹿児島で打ってる選手で、はい、打率6割2分1厘、もう驚異的。そう、調子いいんですよね、鴨池で。そう。そんな鹿児島男、内川さんが、こういうところまで持っていくかっていうね。いやー、多分ね、持ってると思います。持ってますよね。うん、そう、1試合、まあ、どこかの試合で出ないか、はい、あるいはその、カノさんが言ったようにどっかの試合で雨で中止になって、うん、流れてしまうと23試合目に鹿児島がなるので4月19日に2000試合あるかもしれない、はいはい、もうね開幕してから注目もう目が離せないです。その記録の行方もね、うん、はい、他にもねあの内川選手200、はい、通算200本塁打もうあと4、うんうん、これもいい感じ、ね、いい感じ、はい、で他の記録で言えば、はい、まあ、いろんな記録が今シーズン達成されそうなんですけど、うんうん、今宮選手の300犠牲打バントとかね、犠牲フライとかもあと1、はいはいはい、あと1、あとねバレンティン選手通算300本塁打あと12あるかもしれないですね。あるかもしれない。そう、24試合だからちょっとハイペースではあるけど、ね、調子がね良ければ達成十分ありえそうなのでね、そういう意味でもちょっと注目のね、うん、鹿児島の一戦になるかなと思いますので ね、キャンプで何か選手たちは鴨池決戦に向けておっしゃってました、はい、皆さん楽しみにしてました。嬉しい。で皆さんよく覚えてるんですよ、さっき見せた10試合のこと、はい、鹿児島本当に勝てるからもうパワースポットなんですよって、でも開幕スタートラッシュ失敗してしまっても、うん、鹿児島で勝てるからその後勢いに乗っていけるんだっていうね。確かにね、日本一にもなりましたしね。嬉しいことを言ってくださいましたよ、うん、はい。他の魅力で言えば、うん、ね、甲斐選手、はい、今年から背番号19番そうですね、ホークスの19番といえば、うん、ちょっとね先日訃報があったんですけど、うん、プロ野球界のレジェンド野村克也さんの背番号をね、うん、今シーズンから背負うということで、はい、そういう意味でも甲斐選手のこの今シーズンかける意気込みっていうのはねすごいのキャンプの取材で感じたので、思いも等しようでしょうね。ですね、はい、だからもうそういういろんなものがもう毎年毎年ちょっと言ってる気がするんですけど、はい、今年も本当にいろんなのがいろんなこと注目してください。そうですよね、はい、若手の選手で言えば周東選手なんかもちょっと鴨池で、ね、はい、はい、盗塁みたいなと。去年はですね、はい、周東選手は途中で、うん、試合途中で内川選手と交代して、うん、守備固めでライトに入ったんですよ、はいはい、で、その後にもね、1年通じて足でブレイクしたシーズンでしたけど、うん、今年はやっぱり足だけじゃなくてバッティング、うん、守備で見せて、うん、鹿児島でももちろん先発したいというコメントをねしていただきましたので、いや楽しみですね。はい、周東選手は野球教室11月、うん、去年11月にも野球教室にも来ていただいて、うん、焼酎が大好きと。そうなんですか、はい、野球教室参りした時にちょっと焼酎楽しまれたみたいで、うん、どうなんだろう、はい、4月も飲むんですかね飲むんですかね、はいはい、そういう楽しみはね選手も楽しみにしているんですよ、うん、ということをね、そうですね、はいはい、そして柏野さん、はい、球場に野球を見に行く魅力っていうのはこれを機にホークスプロ野球を見に行こうという方はね、うん、平和リース球場特に他の、はい、プロ野球が行われている球場よりも選手たちの距離が近いですから、うん、選手を、ね、より近くで、ね、はい、見られるというのも、ね、楽しみに、ね、していただきたいポイントですね。そうですよね、はい、そして私、うん、いつも球場に行くともうゲートをくぐった瞬間からワクワクが止まらないんですよ。わかります。なんか球場独特の雰囲気ってあるじゃないですか。異世界ですよね。そう、空気感、そう、あの階段登って内野席なのか外野席なのか、まあ、どちらでもいいですよ。でもこう上がった、はい、パーッと開ける野球場の景色、そうなんですよ、ね、なんか球場に行っただけで元気が出るというか、で、まあ、なおぞろ試合が始まると臨場感だったり、はい、もう選手のこう息遣いすら感じるような近さもそうなんですけど、そうですね、うん、やっぱり皆さん球場に行った際にはグッズを持って応援していただきたいんですよ。そうですね、盛り上がりますね。そう、グッズを買うとやっぱテンションも上がりますし、うん、そうそうそう、ファンの皆さんの一体感っていうのもテレビの前では味わえないので、隣に座る人が全く知らない人でもヒットが出れば、うん、うおー、そうそうそう、ハイタッチとかしたくなるんですよ。そう、だからもう仲間になれるし、はい、皆さん友達になれますね。そうなんです、はい、だからぜひね、こう生で球場に来て野球観戦してほしいなっていうふうに思ってます、ね、はい、ね、来ていただきたいと思いますね、うん、はい、じゃあ最後に、はい、ちょっと私から、プロ野球を初めて球場で見た時あるあるを、わかりました、はい、プロ野球を初めて球場で見た時あるある、はい、フライが上がったらとりあえずホームランかと思っておーって言っちゃう。ありますありますあります。意外と高いんですよ。そうですよね、
って、確かにおおこれ入るんじゃない、入る、ああ意外とセンターフライかだ、テレビじゃわからない、テレビじゃわからない、はい、そういう部分を体感していただきたいと思います、はい、皆さんぜひ、はい、ということで4月19日、はい、平和立地球場お待ちしております、はい、盛り上がりましょう。